減塩って体に良いと思っていませんか？実はお塩を減らしすぎるのは危険です。そこでこの動画ではなぜお塩を取る必要があるのか、そしてその正しい選び方と取り方が分かって健康で綺麗になることができるんです。では早速本題に入っていきましょう。ではポイントです。それはミネラルなんですね。お塩が持つこのミネラルがないと私たちはこう生きていくことができないんですね。それだけミネラルは大切なわけなんです。ではなぜそのミネラルが大事なのかというその理由についてお伝えしていきます。もうまずはそのミネラルがあるからこそ私たちの体をこう作っている細胞に栄養を運ぶことができるんですよね。逆を言えばミネラルがないと栄養が届かないわけですから、これは大変危険な状態になるわけなんです。でまたここで体温を 36.5 度にこう保とうとする働きが塩にはあるんですね。ですから逆にお塩を取らなさすぎる方というのは低体温になってしまって、まあ、結果代謝が落ちるわけですから、まあ、太りやすくなってしまったり、またこちら新陳代謝の働きもそのお塩がですね持つ力でできていますから、その代謝が落ちてしまっても困りますよね。太りやすくなったり、その代謝が悪いわけですから、お体にとってもすごくこう良くないわけなんです。お塩ってすごいですよね。で私たちのその体のその、まあ、塩分濃度なんですけれども、これは海水の濃度ともほぼ近いと言われているくらいなんです。で海水って結構辛いですよね。で私たちの汗や、まあ、涙も結構塩辛くないですか？それだけやはり塩分ってですね体にとって必要なんです。ですから極端なその減塩、お塩を取らないというのは危険なわけなんです。これで理由がお分かりになったと思います。そこで今から事例に入りますね。じゃあ具体的にどのようにこう塩分を取ったらいいのか、どのようなお塩が良いのか、取る量はっていうですね、それでは具体的なお話に入っていきますね。まずもう選んでいただきたいのは天然のお塩なんです。ここで私が普段使っているお塩をご紹介しますね。このようなお塩なんですけれども、これは何かと言いますと、あの精製されていないミネラルがたくさん豊富に入ったままの良質の天然塩なんです。見えますでしょうか？もうマグネシウム、カリウム、カルシウム、まあ、などなどですね、こういったミネラル成分が残ったままのお塩を使うことがポイントなんですね。そして1日に摂る量目安なんですが、1日にまあ大体 5g から、今暑い季節なのでその、まあ、汗が出ますよね。でしっかりその水分摂る方多いと思うんですけれども、そのお水ばっかりですとその体内の塩分濃度がこう薄くなってしまって、まあ、結局こういったこうミネラルまでこう一緒に汗でこう出てしまうわけなんですね。ですからそのしっかりと、まあ、お水プラスこういった天然のミネラル成分が残ったお塩をやっぱりこう少し舐めるですとか、そういったことをまあ工夫しながら、あの水分と塩分を取っていただきたいと思います。ですので今の時期ですと、まあ、5g では足りないかもしれないですね。やっぱ汗をかく方、まあ、最大あの良いお塩であれば、まあ、10g まで取っていいですよっていうあのお話もありますが、まあ、適量ですね、あなたの体調に合わせて適量取ることが大事ですので、まあ、くれぐれも取りすぎには注意ということで、また逆にこういった天然のお塩でないもの、要は精製された塩、あのもうミネラル成分が精製された段階でもないお塩、大体まあ1キロあたり100円を超しないような、まあ、ああいったそのお塩というのは、残念ながらミネラルがないわけですから、そういったのをやはりですね取ってしまうともちろん体に悪いんですね。なぜかというと、そういったお塩を取ってしまうとあなたの血液がこうドロドロになってしまって、でそのサラサラ流れないわけですよね。 でも流さないといけない、血液やっぱりこう循環しないといけないと思って、体がよいしょよいしょとそのこう圧をかけるわけです。
それがイコール高血圧症に、まあ、なってしまうわけなんですね。ですから、高血圧症の方でしたら、そのお塩の量ではなくて塩の質を見直されると良いんですね。良質なお塩は良いですから、そこが違いますよということを頭に入れておかれてください。ではこの動画のまとめです。ポイントと、まあ、同じになりますけれども、天然のお塩、ミネラルが残っている良いお塩を選びましょう。で1日あたり、まあ、5g から、汗をかく方は、まあ、10g までとっても大丈夫ですということです。そうすることであなたの細胞にしっかり栄養が届いて、また体温が 36.5 度にこう保とうとしてくれるわけですから代謝が上がり、そしてまたそのことで健康で痩せやすくなりますよというお話でした。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはさまざまな腸活や健康をお伝えすることで女性の方が健康で綺麗に痩せるを応援しております。ですのでぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいてどんどんご参加ください。とても今私励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。